お風呂も洗って気分が高まったので、今回私も今自分の体洗ってお風呂に入ることにしました。昼間のお風呂っていいよね。なんか夜は夜でバタバタしちゃうんだけどさ、昼はのんびりできる気分、個人的にね。よいしょ。で、今回ね結構私全国のさ温泉行きたくても行けないから、ちょっと今回は通販でこれ買ってみました。別府明晩温泉岡本屋薬用湯の花って書いてて、これすごいのがさ、国指定重要無形民俗文化財っていう、結構しっかりした、なんかちょっとわかんないけどいい感じの入浴剤です。すごい、なんかさ九州とか行きたくても行けないじゃん、このね、このご時世だしね、なかなか行けないから、ちょっとこういうのだけでも楽しもうかなと思って。はい、じゃあ中身は、はい、こんな感じの白いね、おー湯の花、ちょっとね本当にね、お家でも湯の花楽しみたいなと思ってたから。でこれ説明書書いてんだよな。あやばい、普通に指輪外すの忘れてたわ。もうこういうとこだよね。でこれを落とさないようにしないといけない。で使い方、使用法、家庭風呂に入浴時1パック1パックを湯の中に入れ、袋が破れない程度に揺り動かして溶かし、ご使用の袋は液が漏れないようにポリ容器に捨ててください。液が漏れますと浴室などは変色します。湯の花は長期保存ができます。マジか、長期保存できるって、またもう一回楽しめるところでしょ。あーあー、いい匂い。色ちょっとね黄色いね。はい、ちょっとこれじゃあ揺り動かすよ。お風呂の中で揺り動かすよ。緊張するよね、初めては。おお、このね、ごめん、私のフィーリングはね、ちょっと人とずれてるからなんだけど、ちょっと見た感じ、遠目で見ると食用菊をちょっと茹でた感じに似ている色。ごめんなさい。あ、これでいいのか。で、動かす触れない程度に、え、これね、でもね、私全然今色は変わってないかも。なんか全然きつくないじゃん。なんだこれ、紙、こっちのパックの匂いなのか湯の花の匂いなのかな、謎。あ、こんな感じどう。結構茶色いし、思った以上に少量だった。なんかね、これね、待ってね、これをこんな感じで、ほらちょっとずつ茶色くなってきてる。見えてる、みんな見えてるといいな。どうしよう。でね、これね、説明書に書いてて、湯の花は明晩温泉場で温泉成分を多量に含んだ青粘土に地下より噴出する蒸気を独特の方法で浸透させ、その地表面に析出する湯の花を約1ヶ月後に採取した純度 100% の天然入浴剤です。過去製法は国指定重要無形民俗文化財って書いております。すごいね。で、なんかさ、これ明晩泉っていう泉質なのかな。でちょっとさ、気になってさ調べてみたら、含アルミニウム泉っていう感じ、合ってるかな。強い香りはすごいわーってくるわけじゃないんだけど、なんかね、ちょっとん、うん、かすかにいい匂いがする。なんてやばいんだろう、かすかにいい匂いが、なんかヒノキとはまた違うんだよね、不思議、本当になんだろうね、ちょっと例えれない。別府温泉って言えば大分じゃん、大分にいる人とか別府温泉好きな人、これは入ったことありますか。岡本屋っていうところらしいです。そっか、一応この溜まってるのが湯の花成分ってことなんだね。すごい、これが大分別府温泉の方から来ましたっていうね、嬉しいわ。ほんとね、コロナで行けないからさ、いや行けない、なかなか遠いから行けないなっていうところはあるじゃん、ね、なかなか遠いから行きづらい、行く機会がないみたいなね、九州とか行ってみたい、本当に行ってみたい。で、そう、話がねめっちゃ変わるんだけど、この間さ、私この間、私ね、ツイッターにも書いたんだけど、私が朝シャンして頭洗って、なんか、ああ、頭洗うときって目つぶるじゃん。
ごしゃごしゃ、ああここかゆいな、ちょっともうちょっと洗いたいなと思って、まあ、バーってやってて、最後シャワーでこう流すでしょ。で、女子だからさ、もう髪の毛とか結構、私も結構髪抜けやすくて、ここら辺とか肩に髪がついたとか、体全身に髪の毛がね、へばりついてたりするの。それを最後にさ、シャワーで、あー取ろうと思って、シャーってやって、なんかここの、股の内ももか、内ももの上あたり、本当にここら辺がね、あ、髪の毛かもと思って、シャワーで流そうと思って、ここ触ったら、なんだろう、変なザワザワしたの触ったと思って、もう本能的にわーってやっちゃったの。そしたら、床の方にデジデジが落ちてて、落ちたんだよね、きっとね。うわーと思って、もう本当に朝からうち叫んでしまったっていう話があったの。これいつだろう、いつ、2週間くらい前、結構最近なんだよね。もう本当にその時びっくりした。まさかさ、自分の内もも、本当にここら辺だよ、ここら辺にゲジゲジいたのと思って、もうね、それを私はね、今なんだろうな、もう本当にそれからというもの、お風呂場というのが若干トラウマになってしまっていて、だから浴室に入るたびに必ず天井から下までもうチェックするようになりました。もうね、叫びが止まらなかったもん。キャーキャー、本当にもうそれぐらい、もう隣のお家の人にも迷惑かけるんじゃないかっていうくらいの大きい声でマジ叫んでしまっていました。で、結局そのゲジゲジね、どんくらい、でもね、こんくらいはあったよ、本当に。いやー、10センチ、いや、もう触覚があるからもう10センチぐらいあるからね。ゴキブリはない、いないんだよね、こっちの地方あんまり。だけどゲジゲジはいるからさ、ゲジゲジこんくらいの大きさで、もう結局どうしたかっていうと、熱湯シャワーでジャーってかけて、うん、処分しました。いやー、もうあれはもうね、自分今思い出しただけでもう、もうざわ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 する。もう、あ、もう思い出しただけでもうトラウマ。もうここの今でも、ここのさ、ももの、ももに触った時の感触を思い出すくらい本当トラウマで、いやー、なんでゲジゲジ来たんだろうって思って。もうまあね、隙間があればさ、1ミリの隙間とかでもゲジゲジ入ってくるからね。いや、マジ怖かった。みんなもだから気をつけてて、本当ゴキブリとかもそうなんだけど、 G もね、 G もあれなんだけど、どっちも G か、ダブル G、 マジ気をつけて、みんなも。最近の動画でこの黒の水着を着用しているんですが、皆さんどうでしょうか。これなんかついて、葉っぱね、なんだっけなんか葉っぱついてるやつなんだけども、なんかね、今までは白い水着でね、よく統一してやってて、清潔感もあってよかったかなと思って白にしてたんだけど、若干自分が飽きてしまったので気分がてら、ちょっと気分転換だね、気分転換でちょっと黒の水着にしました。これ全部葉っぱだね、葉っぱがついている感じの。どうですか皆さん、黒がいいか白が良かったか、ぜひコメントでも教えてください。水着もね、いろいろあるから本当にね、試してみたい気持ちはある。今まで白、黒、黄色とか聞いてたから、それ以外例えば水色とかめっちゃもう爽やか、めっちゃ爽やかアイドルみたいな色とかも着てみたい。ピンクは前着たね、前着て写真とか撮ってた、あれも可愛かったな。写真映えするよね、ああいうのね。尿番線をさっきさ、スマホで調べてみたら、結構ね、皮膚とかにもいいらしいよね。で、なんか私、どんな感じなんだろうと思ったら、意外になんか、なんだろう、触り心地がシャキシャキしてる。なんて言えばいいの、シャキシャキじゃない。なんて言うんだろう。これ、なんて言うんだろう。そう、ぬるっととかじゃなくて、ぬる、さら、パキ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 。サパーッとしてる、そう、サパーッとした感じ。こう、水はけがいいっていうの。こう、なんか私がいつも、なんだろうな、結構青森県の温泉ってこうぬるっとこう肌がこうベールに包まれたような保湿があるなってこう触っても分かるような感じだけど、この温泉はね、明晩泉はね、サパッとしてる、そう、水はけがいい感じ、弾かれる感じ、肌に温泉弾かれてる、肌の上で、そうそう、まさにキュキュッとって感じ、もう手もキュキュッとしてる感じがある。本当、青森ではあんまり感じない温泉の肌触り、もうこのキュキュッとした感じが結構私の中では珍しい。やっぱ違うんだね、その場所場所によって。
いいな。今回は、まあ、九州の大分別府にある明星明晩温泉だったんだけど、あ、楽しいな。そう考えると全国の入浴剤集めようかな。いいかもしれない、それも。はい、ということで今回はお風呂洗って自分もお風呂入って、でこの別府明晩温泉の湯の花使ってみました。ね、これなんかいいね。また買いたいし、新しいのも追加で買ってみたいなって思いました。それでは最後までご視聴ありがとうございます。温泉好きな人ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。グッドボタン押してね。それじゃあバイバーイ。